つもご視聴いただきありがとうございます。本日は久しぶりの秋田県のドライブインに行ってきました。熱々の美味しい麺を食べてきました。ぼっちグルメウーマンチャンネル、食事はその内容だけでなく感謝の心でいただくことが大切である。とても素敵な言葉がトイレに飾られてありました。本日は秋田県鹿角市にある両国ドライブインに行ってきました。駐車場は15台くらいは止められるでしょうか。とても広いです。お邪魔します。店内はとても広々として窓が多く明るいです。テーブル席4択、お座敷席も同じぐらい4択ありました。窓が多くて明るい店内、テーブル席の方に座ります。トイレに素敵な言葉がありました。調味料類です。メニューになります。お店大人気の麻婆ラーメン780円を注文。いただきます。野菜がたくさんです。キャベツ、ピーマン、人参、もやし、お肉、椎茸。スープは唐辛子が入っているようですが、ピリ辛ですが思ったより辛くありません。麺は細めのストレート麺、つるんとしたのど越しの柔らかめの麺です。このピリ辛スープによく絡みます。麻婆というのでもう少しドロッとしたあんかけっぽいスープなのかなと思いましたが、普通の感じのスープです。私が知っている麻婆とは全く違います。でもお店の人気商品だけあって本当に美味しいです。ふと疑問が湧きました。麻婆って一体何だろう。そこでググってみました。麻婆豆腐とか麻婆茄子とかありますよね。麻婆とは顔にあばたのあるおかみさんの意味だそうで、麻婆豆腐を作った女性の名前のようです。中国の食堂を営んでいた顔にあばたのある女性が、食材の貧しい中あり合わせの食材で作った豆腐料理が麻婆豆腐と呼ばれたそうです。このラーメンはピリ辛のところは麻婆なのかな、それともメニューの表記には麻婆ではなく麻婆ラーメンとなっているので麻婆とは違う食べ物なのか、真相は分かりません。聞けばよかったです。あえて麻婆と伸ばさずに表記しているところがオリジナルの食べ物だと理解しました。でもものすごく美味しいです。人気の意味がわかります。そんなに辛くないピリ辛感が癖になります。辛いのが苦手な私でも美味しく食べられます。
ここのお店は地元の方に愛されてるお店だなぁと思いました。次々と地元の方が入ってきます。ご年配の方がとても多かったです。秋田にはドライブインが結構あるなぁと思います。鹿角市には4軒ドライブインがあります。盛岡から鹿角まで行く道にはもっとたくさんドライブインがあって、時間とお金が許せば順番に1軒ずつ入ってみたいです。ドライブインこそ昭和レトロ感満載のお店だと思います。ドライブインは昭和の時代、ファミレスやコンビニがまだない時、ドライブの途中で立ち寄れるお店で、全国でもたくさんあったそうです。でも今は営業しているドライブインの数は全国でも約200軒ほどまでに減少しているそうです。もはや絶滅寸前と言っても過言ではないそうです。最近は道の駅も充実していますからね。そんな中、秋田県はドライブインとっても多いと思います。青森でもありはしますが、秋田県ほどはないと思います。今回は雪がなかったので来れましたが、これから雪がまた降ったらなかなか来れませんが、安比あたりから鹿角、小坂あたりにあるドライブインに順番に入ってみたいな。鹿角市の八幡平インター近くのドライブイン予報もすごく良かったです。概要欄に貼っておきますね。昭和の懐かしさを感じたい方にはぜひおすすめです。雲沢観光ドライブインも良かったな。これも概要欄に貼っておきます。そういえば青森ではドライブインまだ行ってないかな。でも怒りが関ドライブインには行きました。安くて味も良かったです。岩手では八幡平のドライブイン龍ヶ森に行ってきました。そこもコスパ最高で美味しくてびっくりでした。ドライブイン周り、雪が溶けたらちょっとずつやってみたいなぁと思います。この麻婆ラーメンは量も多いし、とても熱々でゆっくり食べないとダメな感じで、食べ進めていくうちに汗がドバーッと出てきます。寒い冬には体が温まるのですごくいいですね。野菜もたくさん取れるのでなおいいです。スープ全部飲みたいのですが、野菜と麺でお腹がいっぱい。今回は全部は飲まないでおきたいと思います。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。